皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日は銀河英雄伝説の28話でございます。 Let's go、 始まりましょう。スタートじゃぜ。わん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 、ボワ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 ン、ボワンボワン、ボワン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 、I can see through the stars into your heart. So no matter where you are, it's never far. I hold you in my soul, you'll always be here with me forever. You must be.I'm waiting for you in my heart.憲兵総監の職務に精霊することで取り戻せばよい。いいのかよそれで。閣下のご厚情、感謝の言葉もございません。怪しいなこいつ。閣下、ほんのお礼の気持ちとして持参いたしたるものがございます。持参枕ですか。ヘールマイヤーの名画でございます。おい、いらねえだろ。メックリンガーにでも行って叱るべき美術館に収蔵せよ。閣下、オッペンハイマー博、K は憲兵総監の地位にありながら、自らの行為が法的にいかなるものか理解しておらぬようだ。これは賄賂っていう意味でしたか。キスリング、オッペンハイマー大将を拘禁しろ。贈賄の現行犯だ。贈賄？バカな。シュトライトも許されたというではない。シュトライトね。シュトライトは地方に優れ、冷静沈着。なれどかの者を機械に加えたるはその誠実さを惜しいと思えばこそ、K には惜しむべき何者もない。連れて行け。やば、賄賂したらダメなんだねこの国では。順将、今までだったら当たり前のことだった。処置をどうするか。はい、ここを面会者のチェックを厳しく。そんなことを言っているのではない。この事実を公表して世に藩を垂れる。憲兵総監の後任の人選すべきことは多々あろう。タタローじゃないですか。総監はどなた。今から決めるでしょう。ですがケスラー大将は首都防衛の司令官職に立てたばかり。それに憲兵には独自の人事体系が。構わぬ、ケスラーほどの男ならば兼務しても十分に果たせる。いやでもそれ大丈夫。幹部にも外の血が必要のようだ。行ってそう処置したまえ。大丈夫なのかなそれ。警察と軍は混じったらなかなかやばいんじゃないですか。権力を握るとはこういうことか。俺の周りには俺を理解しない奴ばかりだ。欲しかったよね、キリヒアイス。そうだな、そうしようか、キリヒアイス。キリヒアイス君と喋ったのか。伊藤書記官、テオドール・フォン・リュッケ中尉であります。副官殿がいらっしゃいませんでしたので失礼とは思いましたが、火急の連絡が入りましたのでご報告に上がりました。構わぬ、何か。は、去る1月16日ゼルロン方面軍ケンプ大将閣下機下のアイヘンドルフ艦隊が回廊内哨戒行動中敵と接触、交戦状態に入ったとのことです。それは許されたのか。当初は優位に展開したものの敵がおよそ10倍の増援を繰り出してきたためやむなく撤退に至ったと。ヤンウェンリやウェンリメ、女だってやつは。
敵として戦いながら許されたファーレンハイトをはじめ、はい、帝徳の異名を持つエルンストフォン・アイゼナッハ、かつて少年時代のラインハルトらの上司であったヘルムート・レンネンカンプラを新たに大将に昇進させて、たくさんの新しい、まあそりゃそうですよね。核も一方的なる転身を強いられ、核家の上昇の黎明を損ないました。陳謝の言葉もございません。百戦して百勝するというわけにもいくまい。一度の敗戦は一度の勝利で償えばよい。いちいち陳謝は無用である。寛大な。ラインハルト家の帝徳たちの中で総壁と称されるようになったのはウォルフガング・ミッターマイヤーとオスカー・フォン・ロイエンタールである。ミッターマイヤー上級大将はこの年30歳、その若いな。こいつ結構好きやで、ミッターマイヤー。ミッターマイヤーは平民の中流家庭の出身で、父親は造園技師であった。素晴らしい新世界の人間だ。オーケー、見た前のバックストーリーは聞けるんですね。それはまた楽しいですね。お帰りなさいませ。ウォルフ様でしょ。誰でしょう。あら、お帰り。あ、この子はね、私の投影拾ったの。この間からうちで暮らしてるのよ。へえ、そうなんや。ウォルフ様。こっちはいいからこれをお願いね。はい。失礼します。父親が戦死してね、他に身寄りがなかったからうちで引き取ったんだけど。ああ、そう、なるほどね。素直で明るくていい子でしょう。どうしたんですか？なんかちょっと好きだったのか、その子。ミッターマイヤーさん、親戚じゃぞ。まあいろいろありましたね、それからは。おお、ハグも受けてんじゃないですか。あ、こんなこともあったんだね。あれ、これ覚えてないな。このようなシーンは、いや、あったね、これ。ありましたね。同盟の方にも同じようなシーンがあったからちょっと混ざってたんだけど、あれがルエンタールだっけ。これでこの二人は仲良くなりましたね。いや、これ見たことないかもしれない。そんな過去があったんや。ちょっとわからない。で、その後、3年後。あんなに古いんだったら見てないですね。おお、危ない。わお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 。危ないでしょう。あは？お前お前めちゃくちゃ邪魔してんだけど。でケーキも買ったんやな。それであの子に渡そうとしていたんだ。で、嘘やろ。指輪も買うの？指輪は後で。いきなりそんなすごいプレゼントって困るよ、向こうが。ねえ。エヴァ、これを受け取ってくれ。私にくださるんですか？結婚しましょうみたいなことじゃないでしょ。エヴァンジェリン、どうしたんや。何一人、しっかりせんか、会社なしが。
パパが見てんの。おー、めでたしめでたし。でかしたぞ。でかしたぞ。なに、結婚できたか。もう結婚されてたんやな、ウルフさんが。おお、フレンド。エヴァが目移りするんじゃないかね。何言ってるんですか。うちの息子だってなかなかいい男ですよ。以来6年、2人の間に子供はないが、その愛妻かぶりは都度に有名である。有名なんや。一方のロイエンタール上級大将は、ロイエンタールさんですね。2人とも30と31か。ラインハルトすら忍ぶと言われる名称である。そのロイエンタールは親友であるミッターマイヤーとは正反対に、女性に対する冷酷さで有名である。その大概の場合、女性の側から一方的に好意を寄せられ、マジか。怖っ。実は彼はいろいろやばい過去があったみたいな。なんじゃこりゃ。二人の恋愛話になったんだね。っていうか、おのおの戦いのシーン。すごい不思議だよね、このアニメ。みんなおのでやり合うとか。相手誰や。これ同盟軍と戦ってるわけなんですか。あ、援軍が来た。この時にラインハルトに助けられたのかな。奇跡の生還に未亡人になり損ねた奥方に、いかみともや、よく聞け。お、話すんだね。結婚なんかしたら、女という生き物は男を裏切るためにこの世に生を受けたんだ。ほう。と決めつけることもなかろう。いやー、そうだ、俺の母親がいい例だ。話してよ。俺の父親は名ばかりの下級貴族だった。母親は伯爵家から嫁いできた。オッケー。父親は四十過ぎまで独身だった。事業に成功して、人財産築いたところで家庭を持とうと考えた。それでお金があったから向こうが来たんだね。伯爵家の三女だった俺の母だ。マールバッハ家は放蕩者の当主のおかげで財政的に傾いていた。要するに俺の父親の財産が目的だったのさ。それでパクって別れたのかな。貴族なんぞに嫁いでくる者が。この結婚は不幸だった。夫は自分の年齢や身分に常に引け目を感じ、物質でそれを埋めようとした。だが年齢の差は埋めようもない。結局妻は夫に隠れて若い愛人を作った。なるほどね。そんな中で生まれたのがこの俺だ。ああ、お前愛人の子か。同じく青い目の母親の間に左右の目の色の違う赤ん坊が生まれた時、母親の脳裏をかすめたのは黒い目の愛人のことだ。そんなわけで俺は目が開くようになると、おう、殺されそうになった。右目をえぐり出せるところだった。怖っ。てかそんな殺し方したら結構やばいぞ。それからというのも、酒に溺れた俺の父は俺の顔を見るために繰り返した。お前は生まれてくるべきではなかった。わお。その父親の呪詛の声を子守歌にしてきたのだ。かわいそうに。へえ、それで女を許さないんだね。俺は思うんだ。あ、寝てる。寝てるな。
とはいえ結構女性とは寝てるけど別に心許してるわけじゃないって話したんだね。お、やばいなこの人、ヒゲ素晴らしい。何を意気込んできたのやら。大発明でもしたのかな。やつが科学技術総監になってから6年にもなるが、業績といえば例の指向性ゼフル粒子ぐらいなものだからな。そろそろ首筋が寒かろう。なんかそいつは大事になるのこれから。それに対抗するための拠点となる要塞を持ってせよ。さようですか。なぜ。妄想としては悪くないが、成功するには一つ条件が必要だな。お金？申しますと、なんだろう。我らがそれを構築する間、同盟の奴らが黙ってそれを検討し、決して妨害しないという条件だ。妨害するかもしれないですね。その条件は不要です。なぜ？私の提案は、すでにあるガイエスブルグ要塞をイゼルロン回廊に移動させようという。うん。どうやって？詳しく話を聞こうか。あ、やるんか。興味を持ったか。エンジンを取り付け、移動要塞としてイゼルローンに対するか。そのシャフトという男を信用してよろしいのですか。信用？違うな。従わざるを得ない状況に追い詰めてしまえば信用度など問題にならん。ローエングラム公が全権を掌握してから以前のように自由に公金を使う。待って、お前らがそのシャフトってやつを。なるほど、そういうことね。それ自体がやつを縛るのだ。はい、お前こいつらに撃ってたのか、あいつが。ここで一気に銀河系に統一国家を作らせ。なるほどね。だがこれだけでは不足だ。お前らのプランなんだね、提案。より確実にする必要がある。はい、それにフェザーンが敵に回ると怖い。ゼロンから遠ざけるのだ。はい、あとは指揮する者の能力次第だ。恐ろしい。聞いての通りだ。憲法司令官ミュラーを副司令官に任ずる。科学技術総監の計画に基づき、ガイエスブルグを持ってイゼルローンを攻略せよ。はっ。カール・グスタフ・ケンプ大将はこの年36歳、合法で高名声大、花崗岩の風格を持つ風貌と相まって、日本語むずい。性格を代表する人物。花崗岩の粉末。ナイトハルト・ミュラー大将は27歳。また若えな。大将の中では一番若く。経験実績では他の所長の閲歴に。俺より若いぞ。構成における精悍さと主政における粘り強さを高く評価されている。なるほどね。なのにもう白毛になってるけどね。出陣は無人の本懐ですから。だがなぜケンプ大将と K なんだ。別に俺に行かせろとは言わんが、本来ならこれほどの大作戦、上級大将たる両帝督にご加盟あって叱るべきではないか。どうせオーベルシュタイン総参謀長殿のご意向だろうが、俺やロイエンタールに部分を立てさせたくないのさ。キルヒアイスに代わって俺たちがナンバー2になったのでは元も子もないからな。なるほどね。もうレベルが高すぎるから。先日従っていた憲法司令官、一番若いミラ、K を副司令官にとなったのだ。まあ若い奴らに。今回の人事に合わせて元帥閣下がまたチャンスをあげるというわけなんですね。それでベルトを更迭したのか。まあ更迭と言えるかどうか。官職には違いないのですが。一応栄転の形ですから。閣下のご恩情だな。それで後任には誰を当てるのか。それが例のシュトライト准将を登用なさるという話。シュトライト准将、あの人そんなに好きなのか。なさるものだ。オーベルシュタインが黙っていまい。それがすんなり受け入れたというから不思議です。あれ、じゃああいつの提案なのか。中心として知られたシュトライトでさえローエングラム公に膝を屈した、そういう政治効果を狙ったのだ。総参謀長殿といえばご存知ですか。昨年のことらしいのですが、元帥府の前で犬を拾われまして。犬？オーベルシュタインがか。ええ、年老いたダルマチアンだという話。おお、かわいいじゃん、ダルマチアン。にも柔らかく煮た鶏肉しか食べないところで。なんでやね。総参謀長殿自ら夜中に肉屋に買い物に行かれると。
なんだ、面白い。参謀長殿は人間には嫌われても犬には好かれるわけか。犬同士気が合うのだろう。おい言うね。フロイラインはこの出兵に賛成してはくれぬと。私にわからないのはこの時期に兵を動かす必要性です。昨年の内乱から経済的には立ち直っているかもしれませんが、フラウライン、今は未だに安定してはいません。あなたはどう思いますか。お力を注ぐべきではありませんか。だから今回は部下に任せて私はオーディンを離れない。ですが閣下、フロイライン、私には立ち止まることは許されないのだ。ビッテンフェルトは確かに強い。もし奴と俺が戦うことがあれば、最初に優位に立つのは奴の方だろう。だが最後に勝つのはこの俺さ。話をそらすな。問題は今回の出兵自体。お前らめっちゃ飲んでんじゃん。ちょっと羨ましいけど。それを講じて楽しそう。進めるなど、シャフトのやつ、本末戦闘も甚だしい。だが出兵を決められたのはローエングラム公ご自身だ。だから心配しているのだ。同盟はいずれ滅ぼさねばならんとしても、今度の出兵は無益で無用なものだ。いたずらに兵を動かし、武力におごるのは国家として健全な。フラウラインと同じ考え方ですね、あなた。正論家だな。当たり前だ。以前にも増して正論を吐かねばならん立場にある。そっちこそ、相変わらずのロアク趣味、いい加減にしたらどうだ。そうだな。俺自身、そう思わんでもないのだが。で、結論は動くでしょ。の家三数士も半分方閉鎖され、文字通り火が消えたようでした。それでもまだ何十人かが7歳の子供一人の世話にかかりきっている。これでも世襲が三奪より正しいというのか。皇帝をどうなさいます。まあいつか殺すんでしょう。皇帝は殺さぬ。え、生かしておいてこそ利用価値がある。そうではないか、オーベルシュタイン。確かに今のところ。でも18歳になったら結構大変やで、大人みたいな。それまでには葬るしかないでしょう。ダダダダーン。いや、それは知らんやろ。とりあえずうまくいくだろうとみんな思ってるわけなんですよね。しかしヤン・ウェンディ、あいつちょっと分かってるかもしれないぞ。あいつ未来史できるからね。ヤン・ウェンディはおそらく、え、フェゾンって最近ほら暇してんやろ。やけど、うちらが弱くなっちゃって、フェザンが強くなっちゃって、あ、またね、あの 帝国のやつらも強くなってるじゃないですか。ってことはおそらく2人がもう手を結んでこっちに来るんちゃうかってヤンウェリーはこう思ってるわけなんですよね。ほいで、せやったらさ、我らイゼルローンしかなくね。じゃあさ、イゼルローンめっちゃ固く、とりあえず頑丈にしようじゃないですか。いや、ちょっと待って、ヤンウェンディさん、前からイゼルローンって強かったじゃないですか。いやいやいや、でもさ、俺多分違うところに急に、ヤンウェンディ、ここ行かないとあかんよって言われるからさ、わしがいなくても十分十二分イゼルローンは働けるようにしないといけないんですよ。で、ヤンウェンディはこう言うんですよ。だから要するに、帝国もフェザンは何をしようとしてもヤンウェンディはそれが見えてるわけなんですよ。ほいじゃけ、俺は一切何も気にしてないんですよ。同盟惑星はこれでやられるなんて思っておりません。てか、帝国お前ら大丈夫なのか。これからやばいことは起こるぞ、絶対。皆様ご視聴ありがとう。これからもぜひご覧いただければいいなと思ってるんじゃけ。Until next time, お気に、グッバイ。